皆さんこんにちは妙流寺住職の水野ですご縁に感謝いたしますこの動画を見ていただきましてありがとうございます本日は自爆霊土地にまつわる霊ですねのお祓いや除霊についてお話しさせていただきたいと思いますまあ、土地にねまつわるその土地に執着,執着がある霊体のことを自爆霊と言うんですがね これをお払い、えー、除霊するということになりますとね、うんなぜ、えーそのえー、今、その自爆霊がですね、なぜその、えー、土地にまつわってるんだとかね、その霊的な背景っていうのをきちんと 理解しないでお払いや除霊をしてもこれはまた意味がないんですよね一旦はその場から離れるっていうことはあるんですけれどもまたその土地にですね戻ってくるということがありますですからー容易なことではないんですよね実は。 ですから儀式的にね自賃祭とか、えー、お祓いっていうのはするのは誰でもできるんですけれどもきちんと結果を出すっていうことになるときちんとした霊的な背景を理解することが大切なことになってくると思います。ですから、えー、現在ね、えー、土地のこととか、まあ、家の中で何かが起こったりとか不思議な現象が起こったりとかですね えー、引っ越した先で体調不良になってしまったということで、えー、悩まれてる方がいらっしゃいましたらぜひ一度、えー、当事院にご相談くださいきっと何かの力になれると思います